キトサップ軍はアメリカ合衆国ワシントン州のピュージェット湾西岸に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は25万1133人である。軍庁所在地はポートオーチャードであり、軍内で人口最大の都市はブレマートンである。軍名はスクワミッシュ属インディアンのキトサップ州長にちなんで名付けられた。 キトサップ軍は1857年1月16日に、キング軍とジェファーソン軍から分離設立され、当初はスローター軍と名付けられていたが、すぐに解明された。アメリカ海軍が、軍内最大の雇用種である。ピュージェットサウンド海軍造船所、キーポートの海軍海中戦闘センター、および海軍キトサップ基地の施設がある。キトサップ軍は、ピュージェット湾の東岸とは、 ワシントン州フェリーで連絡されている。一つはシアトルブレマートンフェリーであり、サウスワースからバッション島を経てウェストシアトルに、一つはベインブリッジ島からシアトル中心街に、さらにもう一つはキトサップ半島のキングストンからスノホミッシュ郡エドモンズに渡るものである。キトサップ郡はキトサップ半島の大半に加えてベインブリッジ島とブレーク島を含んでいる。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2196平方マイルで、あり、このうち陸地は396平方マイル、水域は170平方マイルで、水域率は30.04%である。ピュージェット湾共同体によれば、塩水の海岸線は250マイル以上に、及んでいるとのことである。シルバーデール氏より北側を北、ヒトサップ、 ブレマートンの南を南キトサップと呼ぶことが多い。キトサップ半島ブレマートンの空中写真以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。キトサップ軍は一般的に民主党がやや強い地域と考えられている。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のジョン・ケリーが投票総数の51.3%を獲得し、対する 共和党のジョージ・ W ・ブッシュは46.9%だった。近年の選挙は接戦なので、ワシントン州の政治でも決戦状と考えられている。キトサップ軍本土では、民主党候補に投票することがいくらか多い、労働者階級のブレマートン氏が政治を支配している。しかし、人口の移動によって、ブレマートン氏の位置づけが弱くなり、軍内の未編入領域が戦場となり、 共和党に忠実な地域になっている。ブレマトン以外の法人化自治体は様々であり、シルバーデールはやや共和党より、ポールズボーはいくらか民主党よりで、ポート・オーチャードの場合、2004年ではほぼ互角だった。軍内のインディアン居留地では民主党が大差で制している。リトルボストンでは常に10対1で民主党候補が勝利する。 白人の多いポートマディソンインディアン居留地では民主党が勝っても2対1程度である。キトサップ軍の選挙で民主党が強いのは民主党にかなりの票を投じ、通常3対1となるベーンブリッジ島が一部寄与している。ベインブリッジ島の成長とブレマートンの減少が総裁されて外して民主党にとって安泰だが接戦という結果になっている。 キトサップ軍監査官ウェブサイトに1998年から現在までの選挙結果が載せられている。軍の政治的傾向を選挙の地区データを分析することで引き出すことができる。軍政委員会は3つの選挙区から選ばれた3人の委員で構成されている。2011年時点ですべて民主党員で占められている。キトサップ軍と周辺地域2004年の映画ワイルドタウン。 英雄伝説でザロックとジョニー・ノックスビルがキトサップ軍を本拠にしている。作家デビー・マコーマーの著作では架空のシーダー工部の街がキトサップ軍に置かれた。ありがとうございます。